サラマイヤーは、スイスの元フィギュアスケート選手。2002年ソルトレイクシティオリンピック2006年、トリノオリンピック2010年、バンクーバーオリンピックスイス代表、2011年、欧州選手権優勝。1984年5月4日、ビュラッハで生まれる。聖火は有名なスケート一族で、叔母はフィギュアスケートコーチ、母は国際スケート連盟審判員、姉は シンクロナイズドスケーティング選手、父や叔父、それに二人のいとこはアイスホッケーの選手である。2018年8月3日、トライアスローン選手のジャンバンベルケルと結婚した。1999から2000シーズンからスイスフィギュアスケート選手権で7度の優勝を誇る。2002年ソルトレイクシティオリンピック、2006年トリノオリンピックにも出場した。二千六から二千七シーズンには、 ロシア杯で GP シリーズ初優勝を果たす。GP ファイナルにも出場し、スイス女子シングル選手として初の表彰台となる3位に入った。欧州選手権ではスイス女子選手として初めて銀メダルを獲得。翌年の欧州選手権でも再び2位となった。2008から2009シーズンからは怪我に苦しませられることになる。 腰椎追間板ヘルニアと筋肉の問題で苦しみ、欧州選手権を欠場。世界選手権では9位に入り、バンクーバーオリンピックの出場権を獲得した。2009から2010シーズン、アキレス腱の炎症に苦しむ。NHK 杯では SP8 位だったが、FS の6分練習を終えた後に、足の痛みを感じ危険をした。同様の理由で、スケートカナダは、出場を辞退した。 欧州選手権では5位となり、スイスの連盟が設定したオリンピックの派遣順位が10位以内だったため、それを満たした。バンクーバーオリンピックでは15位。世界選手権では2つのジャンプを失敗し、初めて FS に進出できなかった。2010から2011シーズン、スケートカナダは人体の損傷で演技開始前に棄権。最後の試合として挑んだ地元、スイスでの欧州選手権では、 sp3 位でのスタートとなった。fs では最終滑走でスタンディングオベーションを受ける演技をし、地元開催の欧州選手権でスイス人選手で初めての優勝を果たした。スイス人の女子シングルではデニス・ビールマン以来30年ぶりの優勝であった。2015年のアート・オン・アイスをもってプロスケーターからも引退。スポーツジャーナリストの仕事を行っている。 しかしながら引退発表後もたびたびアイスショーで演技を披露している。ありがとうございます。